ロシアからの侵攻により日田市に避難しているウクライナ人の親子2人が来月帰国することになりました。県内にいる避難民が帰国するのは初めてです。帰国することになったのはデムチェンコ・ジュリアさんとキリルさん親子です。2人は去年4月、親族6人で日田市に避難してきました。今回、母親のジュリアさんからの申し出によりウクライナに帰ることになりました。ジュリアさんは、多くのことを助けてもらい感謝しかありません。優しい日本の皆さん、本当にありがとうございましたと日田市を通じてコメントしています。2人は来月15日に日田を出発し、出国後は当分の間ポーランドに滞在してウクライナの自宅に帰る予定です。2人の移動費や帰国の支度金は日田市の支援団体が集めた募金で賄われます。残る親族4人は引き続き日田で生活するということです。